色違いって興奮するよな。いやどうであろうな。お前色違いだろ。いや我は色違いではない。ドラグレッダーのやつが我の色違いなのだ。そこ視点の違いってだけで何も変わってないんだよな。上り坂と下り坂の数が一緒みたいな。それは少し違うんか。ファイズの色違いが出るならどんな色でしょうかね。お前の場合ブラスターフォームが基本形態の色違いみたいなもんだろ。まあそれはそれとして今回はキングオージャーゼロについて解説しよう。シュゴッダム国王、ラクレスハスティが操縦する黒き守護神、ゴッドクワガタゼロ、ゴッドトンボゼロ、ゴッドカマキリゼロ、ゴッドハチゼロ、ゴッドパピオンゼロ、ゴッドテントウゼロ、ゴッドクモゼロ、ゴッドアントゼロ、ゼロの名を持つ10体のシュゴッドによって構成されている。全高48メートル、重量2700トン、全幅49メートル、胸厚 21.5 メートル、出力1200万馬力、スピード時速300キロ。見た目はまんま真っ黒なキングオージャーですね。構成されたゼロシュゴッドたちはキングオージャーを元に制作された模造品。この点はオージャカリバーゼロを元にオージャカリバーが制作されたのと逆ですね。当初は制作段階であり、いわく数十年もの間場内で制作されてたという。それが本当ならラクレスが生まれる前から制作されてたんですかね。第9話でカブラギがその姿を確認する程度の初登場を果たし、実際に動いた姿を見せたのは外伝であるラクレス王の秘密が初だ。まあゴッドクワガタゼロのみ先行で登場してましたけどね。その時はクワゴンの位置を奪ってカブトキングオージャーになっていました。ただカマリーナとトンボックリを苦しめたサソリーヌの毒をまともに受けたのに、全くダメージを受けた様子なさそうでしたが。シュゴッド自体もともと昆虫型の機械生命体だし、制作時に機械色強めにして生命体部分を薄くしてるのかもしれない。要は意思のない機械としてもともと制作されたと予想。ラクレス王の秘密では陽動のために現れた巨大サナギムを圧倒し撃破。その後本編17話で、言葉巧みに国民を手玉に取り、他の4王国侵攻の大義名分を得たラクレスが民衆にその存在を知らしめる。この時は不完全状態のエクストリームキングオージャーをゴッドクワガタゼロのみで合体解除させておる。続く18話では本格的にキングオージャーゼロとして参戦。ジャッジの衝撃だけでキングオージャーを合体解除に追い込む強さを見せつけた。だがゼロの大暴れはそこまで、カブラギの手引きで王者クラウンランスを手に入れたキラにより、エクストリームキングオージャーが爆誕。その偉人の相手となると形勢逆転、あまりにも格が違う強さの前に終始フルボッコにされた挙句、必殺技をまともに食らって惨敗、描写的にも大破したと思われる。出番短いのが悔やまれるよな。まあ戦闘シーンフル CG だったし色々かさむんだろうけど、戦闘スタイルは基本的にオリジナルのキングオージャーと同じ、シュゴッドソードゼロを振るうものだが、戦闘力ではオリジナルを上回っているらしい。ただ劇中の活躍がほぼ不意打ちなので実際に戦ったらどうなるかは定かじゃないですね。5人で力を合わせることで真の力を発揮するオリジナルと違い、ラクレスが全て制御しているので戦い方に一切の情け容赦がありません。加えて王者カリバーゼロから指令を出せばオートで戦闘もできるようです。まあオリジナルの方はクワゴンたちの意思で事実上のオート戦闘が可能なようですが、やっぱり意思なき機械なんだろうな。ゼロの方はちなみに戦闘役もたちを飛ばして遠距離戦にも対応可な模様。戦闘シーンが極めて短く、デザイン的にも早期退場を惜しむ声もちらほら。前回以降1号ロゴの色違いが本編にも頻繁に出ておるが、どれも人気だからな。とはいえおもちゃ媒体のみの登場で本編に出ないよりよほどマシであろうか。そんなこんなで本編ではなく退場してしまったキングオージャーゼロがこちらになります。バカないつの間に修復を。よく見ろおもちゃだ。デラックスキングオージャーゼロ、2023年6月5日にプレ版から予約販売された商品。本編だと14話直後と中途半端ですが、初めてキングオージャーゼロが戦闘したラクレス王の秘密には公開直後でしたね。もともとゴッドクワガタゼロの存在に加えて、王者カリバーゼロの商品紹介ページに商品化の旨が記載されてたから、映像とともに満を持しての予約開始だったな。というわけで始めようか、が拡張説に苦しむ時間を。もうちょっとポジティブな言葉使えよ。というわけで始めようか。苦心の先に祭り創業兵の旅路を。苦しむことは決定事項な模様。それで歯パッケージを一通り眺めたので封印解いてこう。せっかくかっこいいパッケージなのに一切説明ないのなんなんだ。っていうか、おいカッターナイフくんどうした。なんか突然実家に帰るって。嫁かよ。いやそもそも実家どこだよ。文具店。いや工具店かもしれません。そこの違いは果たして重要なのか。それで歯は黒橋チャンネルの玩具の新入りたちをお披露目しようじゃないか。さあさあ早く元気なその姿を見せておくれ。スタンドに思いっきりぶつかってるんだが。はっはっはやんちゃな新入りだね。あんま調子乗るかもぐさ。何お前に重人格。この小分けにされてる状態のワクワク感ったらないよな。梱包状態を見るのも玩具開封の楽しみだよな。てなわけで恒例の袋開け ASMR をどうぞ。なんかあんまなんなかったな。どうせやるなら意識旋回。見て見て手足をもがれたゴッドクワガタゼロだよ。表現がグロい。それじゃあもがれた手足の接合手術に入ろうか。ちなみに麻酔なしね。医師免許剥奪されろやぶ医者。安心しろ、もともと無免許医だ。それで安心できるのはブラックジャックと花屋大河ぐらいなんよ。さて接合したわけなんだが、左右逆だったんで再度麻酔なしでもいでからもっかい接合します。お縄につけよもう。排術式終了。漆黒の大顎ゴッドクワガタゼロの完成。真っ黒ボディが最高にかっこいい。
中に心を存分にくすぐるねー。いやー照れるなー。及びでないです。さてこうなってくると見比べてみたいですね。というわけでクワゴンとご対面です。こうして見ると黒と金のカラーリングの荘厳さが映えるもんだな。違いで言うと赤色部分が黒で銀色が金に変化してる感じか。赤は差し色程度に加えてクワゴンよりも濃いめになっておるな。羽のカラーリングはゼロの方は左右対称になってるな。単なる色違いじゃなくてディティールで差別化してるの。制作側のこだわりを感じる。続いてゴッドトンボゼロがこちら。黒と金ってなんでこんなに豪華に感じるんだろうな。そういえばキングコーカサスカブトも黒と金だが関連性はあるのだろうか。どうだろうな。さてトンボっくりと見比べてみるとやっぱり青色部分が黒に、羽や尻尾が金色になってるな。逆に青色はこちらも差し触覚トンボっくりよりも濃いめですね。そして羽の模様はシンメトリー。これパーソナルカラーだった部分が全員黒色になってるってことなのかね。それを見極めるためにゴッドカマキリゼロとカマリーナを比較。やはりパーソナルカラー部分が黒になり変わってるな。目が薄い黄色になってるな。ゴッドトンボゼロも青になってたから目の色はパーソナルカラーになってるのかも。てか喧嘩させんなよ。ゴッドクワガタゼロも確認してみたら赤い目になってたからそうなんだろうな。我もそうだしな。お前のってそういうことなの。さて気になるのはハチスケとゴッドハチゼロの違い。ゴッドハチ自体がもともと黒だからな。でも見比べてみるとハチスケの黒は少し薄めですね。なんというかグレーとブラックの中間みたいな色と言いますか。ゴッドハチゼロの目灰色なせいで正気を感じない。いやまあもともと人工種ゴッドだし正しいっちゃ正しいけど、ゴッドパピヨンゼロとパピントンの違いもこちら。ゴッドパピヨンゼロは他に比べて金の割合多めですね。他と違って角の部分はパーソナルカラーが黒になってる法則からも外れてます。ゴッドクモゼロとクーモの比較。ゴッドクモは2パターンあるけどこれクーモの色違いで合ってるのか。はっはっは俺が間違うわけなかろうが。フラグにしか聞こえないけん。でクモ元の比較がこちら。どっちがどっちとかパッケージ見れば一発なんだすけどね。なぜか生端は確認せずに進めています。よほど自信があるんででしょう。どんどんフラグが積み重なってる気がしてならないんだが、テテアンドトとは姿一緒だからゴッドテントウゼロは一気に比較。めっちゃ金ピカで草か。草か生やすな。ゴッドアンドゼロとアーリン、こっちもアーリンの色が薄めになってるな。完全に一色だけのアーリンと比べて金の差し色ある分ゼロのがメリハリあるな。ゼロ種ゴッド大集合の図。黒と金の荘厳なる人工昆虫たちの縁。それではこれより漆黒の神のご尊顔をお目にかけましょう。はい完成。おいおい、盛大に合体過程をすっ飛ばしおったな貴様。だって合体手順キングオージャーと一緒だし、キングオージャーの合体手順に関しては過去動画でやってるんで、概要欄のリンクから飛んでみてちょ。この動画がお初の視聴者に寄り添わないクズ。あわよくばキングオージャーレビュー動画の再生数を少しでも稼ごうとしているゴミ。そんな言われる？いいじゃんいいじゃん少しは貪欲になっても。そんなことより画面の説明に移れ。画面の方ではなんやかんやあって、銃刀法違反を犯そうとしてる最中ですね。どう何回法を犯せば気が済むのか。それっぽ僕も足せてみたらばこちら、全身真っ黒でかっこいい文色の境目がわかりにくい印象。まあそれに関してはこうして映像媒体やらに残す人にしかわからないだろうけど。ところでさっきからずっと気になってるんですけどね、ゴッドクモゼロの位置上下逆ですよ。とフラグ回収お疲れさん。正しくは胴体が金の方が下で黒い方が上です。あれほど自信満々に言っておいてこの手いただく、もはや救えんな。どうも皆さんこんにちは、敗北者のキメラです。キングオージャーと並べてみた。並べてみるとより違いが際立つな。クワゴンと入れ替わってみる。顔とかのパーツは他のシュゴッドが担当していることもあり、ベースの黒さが薄まってオリジナル感が増したな。ギラも普通のキングオージャーと見間違えたレベルですからね。そしてカブタの操り合体した姿も劇中では見せていたよな。再現してみました。おいおいそんなことしたらまたサソリーヌが激怒するぞって言ってたら本当に来ちゃったよ。愛しのカブタンカズことその他シュゴッドたちをよくも。サソリーヌにとって他のシュゴッドはついでなのかい。どうでもいいけどスコピって名前全然浸透しなかったよな。呼べと言われても呼ばれない。特撮あるあるですね。呼ばれたのなんてせいぜいどっかの診断黒と神通くらいなもんです。混ぜるな危険。さてサソリーヌとの戯れはこのくらいにして取り込んじゃいましょう。降臨せよレジェンドキングオージャーゼロ。うわすげえな、黒と金の統一感半端ないじゃん。これが基本形態のロゴですって言っても騙せるレベルだぞ。角度を変えて斜め45度が好き。もしかしてラクレスはこの統一感を目指すためにカラーリングをこうしたのかね。だとするなら相当なこだわりを持っていそうですねラオウ。いやいつまでも見てたいくらい見た目の完成度高いわ。もしかしていつまでも見せる気ですか。全国の中二病患者に捧ぐってキング教友人にもしてみたけど、足とかだけだからあんま変わったって印象は受けなかったな。そこは人それぞれかもしれない。パッケージのポーズも取らせてみる。ポイントは肩を少し奥の方に倒すことかな。そのまま真横に腕広げても首がめり込んだみたいになるから注意。ちなみにお分かりいただけますでしょうか。ゴッドクモゼロの上下位置が直ってます。おそらくポージングのためにパッケージを確認して気づいたんでしょう。あまりな。はいそんなこんなでキングオージャーゼロの解説&レビューでした。中二には受けること間違いなしの黒塗りデザインたまらんです。ここにタランチュラアビスも加わればエクストリームキングオージャーゼロが完成。おろろたまんねえな。この2体が本編で並び立ってくれたらどれだけ嬉しかったか。次回ラクレスは果たして生き残れるのか、はたまたクリスマスの悲劇の犠牲者になってしまうのか。クリスマスの悲劇が適用されるのはライダーだけだと信じてたのに。東映さんブラッカー差し出すんでこれで手を打ってくれませんかね。ナチュラルに生贄にするな。今なら年末セール中ですよ。セールレベルまで凝った微塵にしてやりたい。